伊藤沙莉さんが主演する NHK 連続テレビ小説、朝ドラ「虎に翼」総合、月曜から土曜午前8時ほか、の新キャストが4月10日に発表され、俳優の栗原秀夫さん、お笑いコンビ、シソンヌの次郎さんと長谷川忍さんが出演することが明らかになった。3人は、第8回、4月10日放送から第10回、4月12日放送まで登場。 長谷川さんは朝ドラ初出演となる。写真特集、子孫が法廷で対立。コンビで弁護士役に報復姿がハマってる。裁判長役は、鎌倉殿の13人、の大江伝。栗原さん演じる田中裁判長は、ヒロイン、虎子、伊藤さんが初めて傍聴する裁判で裁判長を務める人物。撮影を振り返り、この時代におけるハラスメント、ミソジニー。 どう判決を下すのかご期待ください。素敵な座組に参加できて幸せな時間でした、と語った。二郎さん演じる美猫側の弁護士は、夫婦間の財産返還に関する裁判で不利な女性側の弁護士を務める。オファーを受け、真っ先に相方の長谷川さんのお母さんの喜ぶ顔が浮かびました、と明かし、朝ドラは「まれ」に続いて2作目だったのですが。 専門用語の難しさも相まって、セリフが全然出てこない、しかも長谷川さんもセリフが出てこない、2人してセリフが出てこない。でも現場はとっても楽しくて、共演者の皆さんは優しかったです。と振り返った。長谷川さん演じる東田側の弁護士は、夫婦間の財産返還に関する裁判で、暴力を振るった男性側の弁護士を務める。初めての朝ドラ出演。 真っ先に親の喜ぶ顔が浮かびました。しかもコンビで出演ということで嬉しさ倍増です。法廷で弁護士として、二郎とは対決する役柄でしたが、緊張しすぎて NG をしっかり出させていただきました。すみません、とコメントを寄せた。虎に翼は、日本初の女性弁護士で、後に裁判官を務めた三渕よし子さん。 1914から84年の人生をモデルとしたオリジナルストーリー。ヒロインのトラコとその仲間たちが困難な時代に道なき道を切り開き迷える子どもや追い詰められた女性たちを救っていく姿を描くリーガルエンターテインメントだ。